でつまりですね、あの放射線管、管理区域の規定っていうのは、1平米あたり4万ベクレル以上、そしてシーベルトに換算すると、1時間あたり 0.6 マイクロ以上のところっていうのが、放射線管理区になりうるところが放射線管理区域に指定されなければいけないんですよね。でところがその辺を、まあ、僕も誤解してしまっていて、例えば福島のね、非常に、被曝の強いところを、ここはもう放射線管理区域に入りますっていう言い方をしてきちゃったんですよ、ずっと。だからここは、土壌が4万ベクレル以上だから、これはとんでもないことだと。でその言い方だと、じゃあ3万9600ベクレルだったらいいのかとか、そういう問題になりますよね。でも本来放射線管理区域っていうのはそういうとこではなくて、汚染が生じうるので厳しく管理しているところっていうことなんですよ。それが放射線管理区なんですよね。だからよく僕も放射線管理区具体的に話をするときに、歯医者さんの例えばレントゲン室ですっていう、まあ、レントゲン室なんか全部そうです。じゃあレントゲン室は4万ベクレル以上あるのかっていうと、まずありえないですね、そんなことは。あるいは 0.6 マイクロシーベルト以上の放射線が常時出てるのかっていう、そんなことありえない。むしろ普通のところでも綺麗なんじゃないですか。徹底して管理されていて、特にレントゲン室は、周りを鉛で囲っているので、ね、自然界の放射線もむしろカットしてるから、普通のところより放射線値が低いかもしれないですよね、うん。でところがですね、それを4万ベクレル以上、0.6 マイクロシーベルト以上と捉えてしまうと、大元がね、大元のことが理解できなくなってしまう。つまり大元っていうのは、放射線管理区というのは、だから放射線を使うことによってそういうことが生じうるところで、じゃあそこでもし放射線が漏れたら、まあ放射能が漏れたらね、もうすぐ徹底して除染されるわけですよ。だからそれは考えてみれば分かりますよね。例えば放射線管理区、病院とかね、放射線を扱うところでそこにこう指定されるところは結構あるんだけども、当然ですけど、病院だからそんなところに4万ベクレル以上あったらとんでもないことであって、まあ、というか入院患者が避難しなきゃいけなくなりますよね。だからそんなことが許されるところではなくて、まあ、放射線管理区っていうのは、むしろ全く汚染なんか普段はないってこと、がそうなんだっていうふうに、まあ、河野さんに教わりました。だから、4万ベクレル以上になってるから問題だっていうんじゃなくて、本来放射線管理区域に指定されてないところに、どんなに微量な放射能でも放射線管理区から漏れたら問題なんです。今私たちはだから8000ベクレル問題っていうふうなことで言っていて、特に直接に問題にしているのは、福島の除染等で生じた主に土ですよね、除染土ですよね。でこれのうち8000ベクレルを下回ったものに関して公共事業とかで使っちゃえと。で何に使うのかっていうと、その盛り土とかね、まあ一番作られようとしてるのは防潮堤と、それからあと三陸鉄道がね、ずっと三陸海岸でやられてしまったその鉄道の復興とか、そういうところの盛り土に使うと。で、その盛り土のコア部分ね、そこにこう使うんだと。でその場合に、すぐごく直近にね、人がいても1ミリ、年間の被曝が1ミリシーベルト以下になるようにこう設定するっていうのが、まあ、長々とそこの実験式だとか計算式とか書かれてるんですよね。で、これが、今当面する、まあ私たちが何とかやめさせたいと思っている8000ベクレル問題なんだけども、その場合にですね、この間の学習会でもね、じゃあどこをよりどころにしたらいいのかっていうことで、クリアランスレベルっていうのが一つの基準だと話をしてきました。クリアランスレベルというのはどういうのかっていうと、もともと原発を解体した時にさまざまなゴミが出てきます。で、そのゴミをね、だからこれは原発の敷地の中で出てくるから、放射線管理区域の中で出てくるものだわけですよね。そう、さっき言ったように放射線管理区域にあるものは全部管理されてるから、その管理を外さないと外には出せないわけですよ。まあ、つまりゴミとか、そういうことで出すことができないと。でそれで、実際にまあ原発を解体するときにはね、いろいろなまあ資材とかそういうものがゴミになったり、あるいはまあこれ一番再利用を狙ってるんだけども、そのための基準を決めようということで、IAEA、
国際原子力機関とかが、指針を作って、その下で日本で法律化されたのがクリアランスレベルで、それが100ベクレルっていう値なんです。でそうするとね